皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月8日、15時7分。ちょっと向こう側のことで、緊急ということで、総理内閣国会議員の方たちや、兵庫県知事、向けての、メッセージです。向こう側の、神戸橋あたりで、上流から流れてきている水が、晴れの日の程度なんですけども、水が、ほぼそこでなくなってます。もう、水の流れがストップしてるんですよ。で、西宮市の水道局に先ほどお電話をかけしまして、そこの神戸橋やその少し上流のところとかに、下に濾過器をつけて、各、低い、位置にある家に、水を送水されてますかということでお電話したんですけども、そういったものは一切つけてないということなんですね。ちょっと、上流の方も各河川、撮影していて、やっぱり水の量が、ある程度蒸発があるにせよ、やっぱりどこか抜けている部分があると、そういったところは見受けられるんですけども、神戸橋のところはちょっと異常なので、先ほど兵庫県の、河川課かな、そういうふうな、課の杉原さんという男性の方にお電話をおかけして、河川の底をコンクリート工事された方がいいと思いますと。まず1点目が、水道管が破裂した時の、ニュース、水道管の周りの土がゴボッと抜けてると。で、上のアスファルトも、ゴボッと、崩落していてと。ああいうふうな形で、水がそこに抜けてるっていうことは、周りの家とかの近隣もどうなってるかわかりませんので、徐々に浸透していく方かもしれませんけども、やっぱりそういった危険性もあって、早く、あたりに関して早く河川の底、早くコンクリート化した方がいいですね。で、京都なんですけども、今年か去年だったんですけども、大雨が2回降って、2回ともその翌日か翌々日に震度4が発生してるんですよ。なんか京都府の、桂川とかの、桂川の上流か、鴨川の上流、あたりどちらかですね。そのあたりの水系のどこか、が結局河川水門開閉式玉発電の時に全部河川の底をコンクリート化していかなきゃならないんですけども、そういったことをね、早急に日本中で行った方がいいでしょうね。それによって地震の発生も防げますんで、特に神戸橋に関して総理などの方からもしくは国土交通大臣あたりになるんですかね。ちょっとよく管轄わからないんですけども、総務かな、総務大臣の方かな、兵庫県知事に、向こう側の河川、神戸橋から、特に上流のところ、一度、しっかりと河川のコンクリート化、するようにということで、早急にそれを動いてもらった方がいいですね。ビルなんかも作ってる場合じゃないですね、全然。こんなに空き家がたくさん増えてるのに。ということです。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。